顔だな。不審者はぶっ殺さねえと。この町も剣王軍が支配してるみたいだぜ。剣目障りだな。やっちまいましょう。こんなデクノボブスーッと行きましょうぜ。ひどい。寄ってたかってあの大きな人を。ケン、お願い、助けてあげて。この人たちに随分痛めつけられていたようだけど、ありがとう、助かったよ。山が動いた。ならばこの風も動かねばなるまい。俺は五射星の一人、風のヒューイ。五射星はなんと極星の守護星。天を平定するは
我らがなんと六星剣最後の章。そうか、ついに動き出したか。なんと六星剣最後の戦士。我が母性なんとを脅かす北斗の試験、今消滅する時が来たのだ。そんなやわな剣ではこの体に傷一つつけることはできぬ。動いたのはケンシロウだけではない。なんと最後のショーもまた動いた。五社の星は風、雲、天、山、海。次に動くは山か炎か。あいつの仕業か。おお、なんだこそ。撃ち殺されてえのか。貴様、許さん。この男、剣法。私は五社星の一星、山の不動。我がある日、なんと六星剣最後の章があなたをお待ちです。なぜ、なんと最後の章がこの俺を。我が章、永遠の光のために。その光のために、我ら五社の星は天を舞い死をかけます。そしてそのためなら、五社の星は軍人に砕け散っても本望。剣王、よくも我が帝政を。俺は主の軍団を率いる五社星の一人、炎の修練。炎、動いたのはウヌだけか。いいや、山はすでに動いている。ケンシロウのもとに。この剣王と同じく、ケンシロウは倒せぬぞ。倒すのは貴様一人だ、剣王。なんと北斗は表裏一体。真の天下平定は、両者一体となった時に初めて成就する。なんと六星剣最後の章は、この剣王より、ケンシロウを選んだのか。野望と共に這い止まれ、ケンゴー。奴の行進はこの俺の命で食い止める、ケンゴー。貴様はここでこの炎と共に焼け死ぬのだ。なぜこれほどの執念を。我が章の永遠の光、ケンシロウならば光り輝く。剣王、貴様が前に立てば我が章の星は涙に暮れる。そうか、だがその程度の炎では、俺の野望を灰にすることはできない。剣王よりケンシロウを選んだ、なんと六星最後の章。どうしても会いたくなったわ。ケンシロウを止め、剣王配下の最強部隊を差し向けるのだ。シュレン、ヒュイ、お前たちの死は決して無駄にはせん。今の剣王の意志は。今の不動様より一足早く。このままでは先に剣王が我らの将に。お前たちは銃座を探してくれ。剣王の足を止めるのは雲の銃座しかおらぬ。さあ急ぎましょう、我らの将のもとへ。高い崖だな。岩でも崩れてきたら
一発であの世行きだぜ。大丈夫、皆さんはこの不動がお守りします。敵がいるようだ。ここから先へは行かさぬ。我ら剣王軍の死の特攻を食らうがいいわ。不動、二人と共に下がっている。不動の使いが十座という男のもとに。はっ。もしその男が俺の知っている十座であれば、その男は動かぬ。けー、新手だ。新手の剣王の部隊がこっちに向かって。剣王め、数に任せて我々を止めようと。剣士郎さん、ここは私に任せてください。あなたは一刻も早く将の居城へ。なぜこれほどの犠牲を払ってまで俺を将に合わせようとする。言ったはずです。我が将永遠の光のためにも。あなたに会えば、あのお方の悲しみに沈んだ顔が微笑みに変わりましょう。そしてあなたの宿命の旅も、そこで終止符が打たれるかもしれません。何？私とバットは大丈夫。きっと深いわけがあるのよ。お願い、不動さんの言うことを聞いてあげて。リン、頼む。不動、さあ後ろへ下がっていて。そうだ、俺たちのことなら心配じゃねえ。いざとなったら逃げちまえよ。
なんだこれしか敵レーザー下がっていて、
早い。動け蜘蛛の中佐よ。